あ、了解です。声入ってますでしょうか。ナイトガンダム物語走らせていただく夜間と申します。よろしくお願いいたします。このゲームをちょっと最初さらっと説明だけしてから走ろうと思います。とりあえずこのゲームオープニングがないので、ちょっとデモを見ていただきながら。今回ルールとしては一応バグとか全部制限なしで何でも使ってや、最短でゲームクリアしようっていう企画です。とりあえず、拡張コントローラー使って 1P コントローラーを2つにして上下と同乗心するっていうバグ使ってやっていきます。で、それ以外にもツインファミコンじゃないとできないっていうのもあるんですけど、まあ、その辺は説明しながら走ろうと思います。で、一応簡単なストーリーとしては、とりあえず今出てるんですけど、魔王のしもべに姫様がさらわれたので、ガンダム呼んでこーいってところから始まります。で、ゲームのスタートは電源オンからになってます。理由としては、このゲーム電源オンにした時にメモリー初期化された状態じゃないとバグが使えないので、それで電源オンからやってます。で、まあ時間も押してると思うんで、とりあえずオープニングデモも終わったんで始めようと思います。一旦じゃあ電源切ります。じゃあタイマースタートしたいと思うので、よろしくお願いいたします。じゃあ、5、4、3、2、1。はい、じゃあスタートします。で、名前入力なんですけど、別に何もいらないんで、そのまま終わらせます。で、一応男女設定あるんですけど、まあ別に男でも女でも関係ないので、これは隠し要素でカード出すに一応関係あるんですけど、RTA には何も関係ないので。で、まあとりあえず王様の話を適当に聞き流して、で、音も2人つけてくれるので、左の兵士に話しかけて最初の軍資金もらえます。で、この500ゴールドで普段は全部やりくりするんですけど、今回はちょっと運要素があるゲームで、しかもセーブロードができない RTA なので、ちょっと金策しに行きます。で、早速今やったんですけど、これが上下同乗しのバグで、下と上同乗すると画面が右、下に動くのにキャラは右に動くっていうバグがありまして、それを利用して壁抜けができます。で、まず、何にもないところにアイテムが落ちてるんで拾います。で、この投票権を持って、他の人の代わりに勝手に投票しに行きます。で、聞かれるんで、いいえ。いいえって言うと勝手に3人目に選ばれるので、結果を待ちます。で、打ち合わせ通り、久子さんを勝たせてあげたので、報酬の5000ゴールドもらいます。で、これを元手にやっていきます。で、このゲーム、仕様として最初に城の一番近くの町入らないと雑魚敵が出ないっていう仕様になってるので、裏技使ってこうやって最初の町スルーしていくと雑魚敵が一切出ません。なので非常に安心して進めます。で、まあこんな感じで海を越えつつ いきなり最後の街行きます。で、さっきもらった500ゴールドと5000ゴールド元手にカード出す引きに行きます。で、ここで引きたいカードはナイトガンダムかガンキャノンかアムロかジムスナイパーあたりですね。一応他のカードでもいいんですけど、敵が出してくるカードが3パターンしかなくて、サタンガンダムかマッドゴーレムかサイコゴーレムの3種類なんで、できればサイコゴーレムに勝てるカードを引きたいです。あ、これも引きたいんで OK ですね。もう読めます。
で、あとはラスボス専用にアイテムだけ買い足しときます。特効薬ってこれはフル回復アイテムです。これを2個買っときます。いつもの記録狙いだと1個なんですけど、今回は安定取って2個買っときます。で、あと、ここで、普段買わないんですけど、今回も安定用ということで、結界っていうアイテムを、ガンダムに3つ、キャノンに1つ、タンクに1つ買います。このアイテムは呪文に対する耐性を高めてくれるアイテムで、使うと、呪文で受けるダメージ減らせるんで、そのために買っときます。で、また、恒例の壁抜けをして、で、この左下の子供に話しかけると、カードスバトルができます。で、こっちは最高ゴーレム出すと、相手はマッドゴーレムなんで、あとは倒してくれますだけです。で、このカードスバトルは勝つと、その経験値を丸ごともらえるんで、自分が良くても簡単に経験値稼げます。で、ここでツインファミコン使った場合だけのバグなんですけど、メモリーが初期化された状態で、ガンダムのレベルを一気に大量に上げた場合、ガンダムのレベルがバグるっていうのがありまして、一応勝った時にわかるとは思うんですけど、ちょっとマットゴレム君硬いんでなかなか終わんないですね。で、こうやって見るとガンダム全く上がってるように見えるんですけど、で、ここでガンダム君の能力見ると、レベルが55になってて、能力値はそのままなんですけど、実はこれ乾燥してます。で、ガンダムの HP だけ回復させておいて、で、いつもはここ、あそこの人が邪魔してて通らせてくれないんですけど、例によって壁抜けして無理やり行きます。で、ここが、この後出てくるのが、ツイッター投票の質問ですね。こいつが名前覚えてるかって聞いてくるんで、いいえって答えます。そうすると急に切れてくるんで、適当に殴り倒します。こいつ別に全然強くないんですけど、HP フル回復するアイテム持ってるんで、運が悪いとやたら時間かかります。キャノン落ちちゃいましたけど、キャノンは必要性全くないんで、むしろ落ちてくれてよかったぐらいです。で、まあ無事しばいたんで、あとは普通に進んでいきます。というわけで、この後ラスダン入ります。というわけで、長い旅を進んできて、ようやくラスダンに来たわけですが、ここはもともと雑魚敵が出ないダンジョンなんで、あんまり変わりはないです。で、まあ、いつものように壁を抜けて、ショートカットしつつ、もっと大胆にショートカットできるといいんですけど、ここはちょっと、道の都合上あんまりカットできないので。で、またここは結構ショートカットできます。で、この辺無視して、で、なんかいるんで、試しに話しかけてみましょうか。反応してくれないんで帰ります。帰るとなぜか戻ってくんで、なんかいきなり知らない人たちが仲間とか言ってるんですけど気にせず先行きます。よくわからないけどなんか蘇ったらしいのでボコリに行きます。で、まず結界を使います。で、この結界使うと魔法耐性が出るんでガンダムは3つでフルになります。で、今
ブラックドラゴンさんがマディアムっていう魔法を使ったんですけど、あの魔法にもバグがあって、ブラックドラゴンがマディアムを使うと、HP が255以下まで下がるっていうバグがあります。で、それを利用すると2回殴るだけで終わります。というわけで、ラスボス、討伐終了です。で、まあ、ラスボス倒したんで、あとは、エンディングを見るだけです。お疲れ様でした。なんか知らないところから声が聞こえてきますけど、どっかにいるんでしょう。で、なんかいきなり王様分裂したんですけど、気にせず普通に進んでいきます。で、この後は、エンディングムービーになります。なんで高いとこ登ったのかはわかりません。で、まあ、エンディングでキャラ紹介になるんですけど、9割方知らない人が出てきます。で、まあ、とりあえずやることないので、一応簡単に説明すると、まあ、今回使ったバグは、まずその、上下同時押しバグですね。上下同時押しバグを使うと壁抜けできる&イベントマスを回避できるんで、本来強制的に起きちゃうイベントを避けていけます。ただ、バグらしてる最中に街とか入っちゃうとフリーするんで、そこだけ注意です。で、移動できる方法が、左下にしか移動できないので、右下とかに行きたい場合は、ちょっと違うところからまた大回りして行ったりしなきゃいけなくて、なので、ラスダンとかでちょっと遠回りしていたりとかしています。で、あと、ガンダムのレベルバグに関しては、ツインファミコンのなんかどうも初期ランスだかなんだかわかんないですけど、メモリーだか、それじゃないとできないらしく、ニューファミコンだと起きないらしいです。で、また、このバグを起こすときにはその初期メモリー状態が重要なんで、一回でもセーブしてロードしたりすると、もうバグが起きなくなります。で、同じように、一回、じゃカードロスバトル終わらせてからセーブして、で、もう一回移行すると、やっぱりデータが修正されて、正常なレベルに戻っちゃうんで、やっぱダメです。なんで、基本的に一発勝負と思います。なので、今回ちょっと500ゴールドだけだと、カードが引けない場合困るんで、一応5000ゴールド取ってます。で、まあ、あとは、特に説明することないんですけど、正直。一応、ツインファミコンは、私が使ってるのは後期版の黒いやつです。あとは、旧ファミコンとか、その辺だとできるかどうか、ちょっと持ってらっしゃる方がいらっしゃらないんで、私にはちょっとわかりかねます。一応なんかナイトガンダムも前期版後期版があるらしいんですけど、私のは前期版なので、ちょっと後期版だとどうなるかとか、その辺もちょっと検証しないとわからないです。まあ、あと2、3分ぐらいで終わるとは思うんですけど、一応タイマーストップは最後にジークジオンの文字が出てから消えたとこで終わります。一応この上下同時押しバグ使うと他にもなんかいろいろ面白いこともできるんで、もし持ってらっしゃる方がいたら試していってみていただけると面白いと思います。この続編の2とかも
また煙玉でバグらしたりとかいろいろできるシリーズなんで、もし持ってらっしゃる方がいたらいろいろできて面白いんで、よければどうぞ。じゃあもうちょっとで終わりますね。で、まあ、この後もまた、次が FF3 っていうことなので、また同じようなバグらせゲームだと思うんで、期待してます。はい、じゃあタイマーストップでーす。じゃあ、とりあえずこれでゲーム終わりになりますので、まあ、時間もちょっと押しちゃってると思うんで、私はちょっと早めに終わらせて次の人に移りたいと思います。短時間のご視聴ありがとうございました。じゃあ、あとはまんまるさんとさんごしさんにお任せします。